お元気ですか？谷村新司です。朝起きてゆっくりとお風呂に浸かる。体が温まってくると自然にエネルギーが湧いてきます。噂によると、41度あたりのお風呂っていうのが朝にはいいという噂も聞いております。目が覚めるのと同じように体が覚める、これが朝のお風呂かなって感じているこの頃です。さあ今日も元気にあなたと一緒にラジテレ始めてまいりましょう。さて今回のテーマは縦と横。多分何って思ってる方多いかもね。縦と横です。何かがそうなった理由っていうのを実は僕らは漢字二文字で経緯っていうふうに呼びますよね。そう、物の経緯はという、これが実は縦と横のことなんだという、意外とぼんやり、過ごしてるとあまり感じないと思うんですけども、この経緯っていうのは何だろう。ちょっと難しい話に、なっていきそうなんですけども大丈夫、わかりやすくちゃんとお話ししていきます。経緯っていうのは実は地球儀をご覧になるとわかると思うんですけども、地球上である場所、地球上のこの球体の中のある場所を示すときに、経度と緯度が交わったところ、このピンポイントで場所を示すっていうのが、普通この常識になっております。経っていうのは要するに縦線のこと、北極から南極まで、ずっと地球の上をずっと行く縦線、これが経です。そして緯っていうのは横線、赤道をぐるっと一周回る、これが、横線、緯線、経線、緯線と言います。この交わった場所でピンポイントに、表現していくっていう、この経緯、この縦と横、この関係があるから、こういうポイントが出てきたということで、物の経緯という表現をしていると僕は理解しています。で、この、経緯っていうのを、縦糸と横糸っていうふうに、考えると、縦糸と横糸で織り上げられたものを、中島みゆきさんは糸って表現してらっしゃいましたけど、谷村風に言うと綾という